吉さん、報道機関っていうのはやっぱりねこう,うねあの私たち生きていく上でコストがかかってくるから仕方がなく金のために働かなくちゃいけないっていうところをみんな共有してるんですよねで一部の方はもうね一生分のお金があるもしくは目星がついてるから必ずしも金の奴隷にならなくてもいいっていうところが余裕であり豊かさに変わってくるのかなと思うんですよ まあ、吉田さん言われるように毎日ね水飲んだり電気つけたりすれば何らかのコストがかかってきてそれってのは月末に請求が来るわけじゃないですかで月末の引き落としがあるから請求があるからそのために仕方がなく出勤するっていうのはもう完全にねこれは言い方としては奴隷化されているとも言えるんですよで逆に言うと嫌なことをする自分の好き好んでやらないことをやるだからこそ同じぐらいの分量を自分のやりたいこともできる 快適な暮らしも送れるっていうことのバランスが収入と支出のこのバランスに繋がってくると思うんですけどもその報道でね最近すごく面白いのがあって統一協会と自民党とか立憲民主党みたいな政治家が絡んでるのをむちゃくちゃねマスコミが叩いて連日報道してるわけですよで統一協会って今この瞬間何か犯罪行為を犯してるわけでもなんでもないわけですよね、うん、ただ宗教活動していて多額の寄付が集められていて そこで一定の、まあ、宗教を司るる者とと信いうパワーバランスがあるこれはもうどうしようもないことじゃないですかそういうのがそれが宗教ってものですからねでもそれを洗いざらい悪いことだのように報じていたあマスコミ各社テレビ新聞、ね、そして、えーね、それが政治と宗教が絡んで何やってんだと宗教団体統一教会とはどんなやつもちょっと絡んでるだけで悪党だみたいなね そういうい報道ししてましたけどもなんとね、もうすぐ始まりますけども『24時間テレビ』ねこちらの方のスポンサーが「統一教会」というね広告にバーンと出てるわけですよ <laughs> でこのねズブズブ関係そして統一教会のメンバーがそういったテレビ報道の協力者としていろんな要職についているという事実まさにマスコミと統一教会は一体して働いているわけなんですよ で、それを統一協会の方から指摘されてるんですよね。いや、マスコミテレビ新聞各社さ、と。私たちの団体を悪く言うのはいいけれども、お前たちと私たちとは、しっかりとこのね、長年、一緒にやってきたじゃないか、と。いや、これも悪いのか、ってことは、マスコミがマスコミ自身を叩けよう、みたいなね、感じですよね。でもまあ、叩けないですよね。どういう風に言い訳をするのか、どういう風に24時間放送が、 ね、テレビがされるのがちょっと楽しみだなと24時間のテロップから統一協会は消えるのかなってことですよねスポンサー料払ってんのに提供はみたいなところが消えていくみたいなね <laughs> そんなことが起きるんですよちょっと見物ですけど見ないけどね <laughs> まあそんな感じでねマスコミってのは数字のために人を叩いていたらいつの間にか自分の足元も掘っていたってことが起きるわけですよだから NHK みたいなあの国民の受信料によって賄われていてどこのスポンサーにも。 組みしないような放送局が必要だったんですけども残念ながら NHK もねあの電通にお金をたくさんもらってるんで便宜測ってもらってるんでマスコミ各社を叩けないという構造になってしまったつまり NHK はぶっ壊さないといけないっていうねそういう風なオチになってくるわけですよね世の中仕組みを知っていくと考えも変わっていきますねいってらっしゃい